はい、こんにちは。ゲーム作家マサです。今ね、土地をまた温泉というところに来てます。ここですね、もうかっこいいでしょ。3軒宿があるんですけど、周りの景色ちょっと見てみますね。はい、もうこういうね、大自然に囲まれたね、とこにある温泉宿なんですけど、3つあるうちのね、真ん中の新風館というところに私、そこですね、泊まってます。こことってもいいんでね、ご紹介していきたいと思います。はい、ここ入り口1階で本があって、こんなスペースがあるんですね。いいですね。はい、今日泊まる宿着きました。これですね、小さいんですけども十分ですね。わあ、ばっちりだ。ちょっと景色見てみましょう。隣の宿3つあってね、ここは新風館なんですけど、あそこに自在館っていうのがあって見てます。で、景色は山もほら綺麗だし、で、まあこんな感じですね。なので、まあ浴衣がここに置いてあって、お布団をここセルフですねっていう感じで、1階でね、コーヒーもちょっと自由だったみたいなんで、その辺も気に入りました。楽しみですね。でね、実はね、今ね、1時過ぎなんですけど、早く来てもちゃんと入れてくれたんで、もう今から温泉行きます。温泉3つあってね、まあ、先下は全部同じなんですけど、下の湯が人気で、今日は下の湯使えるんで、下の湯に突撃したいと思います。まあ、温泉もいいんだけど、まずはビールでしょう。じゃあ、新潟、魚沼に、そしてこの土地をまた温泉に乾杯。はい、新風館から一旦ここを外に出ます。サンダルに履き替えました。よし。でですね、お、冷泉の入り口すごいね。こっちに行くと、人気の下の湯ですね、冷泉下の湯入り口。でもこっちもかっこいいね。上の湯と、奥の湯、なんかこういろんな宿で共同なんですが、ここもかっこいいですね。上の湯か奥の湯、こっちもあるんですね。まあこんな雰囲気もいいんですけど、今日はもうまず下の湯に行きましょう。おっとこういうところをね、通り過ぎていくのはいいですね。渡り廊下的になっていて、下の湯ですね。すごいですね。いいですね。下の湯、なんか書いてますね。冷泉下の湯。土地をまた温泉の下の湯に来てます。で、こんな感じなんですね。すごくいいでしょう。木もね、すごいぬるめですが、じゃあ早速入ってみましょう。これね、景色がいいんですよ。すごくいい。ずっとこう入ってられるんですよ。はい、今ね、下の湯、土地をまた温泉に来てるんですけど、こんな感じなんですね。はい、これね、土地をまた温泉の、晩ご飯なんですけどね。じゃあ、風味爽快にして、これ新潟限定の札幌ビールなんですけど、ちょっとこれで乾杯しますか。実は今日3本目。はい、乾杯。
栃尾又温泉、それから新潟魚沼に乾杯。魚沼なんでね、一番楽しみなの実はご飯だったりするんですけど、つくかな。よし。魚沼のお米を素晴らしいですね、いいね。これね、やっぱお米が最高ですね。で、量多いでしょう。美味しゅうございます。やっぱ魚沼のお米はいいね。はい、おはようございます。これがね、朝食です。ほら、よいしょ。で、おひつにこんなにご飯大量に入っててね、ここ魚沼なんでね、お米は楽しみですね。あとラジウム納豆、ラジウム泉ですからね。まずはね、お米から。魚沼のお米です。まあでも美味しいです。これ青魚。はい、2食目のね、夕食です。じゃあ、夕食いただくんですけど、今日ね、ちょっと買い物をしてきて、まず爽快にしてでしょ。で、コシヒカリいちごビール、緑川っていうね、この清酒があるんで、日本酒ね。緑川っていうね、知らなかったんですけど、魚沼地区なんですよね。これですよ。このお酒をね、飲もうと思います。えちご、コシヒカリいちごビールね、飲んだことないんで、ちょっと楽しみだし、緑川がさ、緑の瓶っていうのがいいですよね。じゃあちょっともうほとんど飲みかけの、爽快にしてから飲みますけど、乾杯。いただきます。でこれからいきます。魚沼さんお米。はい、栃尾又温泉です。今チェックアウトしたところです。すごいね、晴れていて景色良くて気持ちいいです。ちなみにこれがバス停です。いや、いいな。ちょっとぐるっとします。木がね、すごい高い。向こうも行ってみますか。バスが来ました。